いいですよ、適当に。そのワンツーで、そのパターンとちょっとこう縄跳びしてるような感じでトン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 ってリズム取ってワンツーってください。の方が楽になるんです。ちょっとリズム取って、そう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 、のパターンと、いきなり足止めてください。めっちゃ足止めていきなりワンツーってでやると、多分力が疲れ力むというか脱力がちょっとトントントン、そのさっきのこう弾んでるじゃないですか。打つふりして打てない、打つふりして打てないで、もう一回ワンツーみたいな。うん、だからそういう弾んでるのもフェイントになるんですよ。ちょっとこう体が揺れるじゃないですか。そうすると肩が揺れたりだとか、その足がこうフェイントになったりとかなるもんで、基本なるべく足を動かした方がいいです。そうです、足を動かしながらジャブでもストレートでも何でもいい、フックでもいい、そう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 、そういう感じ、そういう感じ。あとリズムでそうやってサンドバッグの揺れに合わせて、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ、はい、そういう感じ、そういう感じ、そう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 、どうぞ。要はフットワークやりながら休んでるっす。そのこう足使いながらどうっす、そっちの方がこうリズム取れんす。だってうまいもん今見とると、はい。なんで足をちゃんと今見とったら、こうずっとベタ足やったもんで、多分疲れるんで、そう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 。で打ったらその足で離れるとか、打ってすぐ離れる、そう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 、いこそいこそいこそうそうそう。でやるとまだ若干マシになると思います。そうそうそう、いいっすよ。あと10秒ぐらい、まあ気づいたところはそんな感じです。とりあえず足を使おうってことですね。そうそうそう、打ったらその足、足、そういう感じ、そういう感じ、そう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 。どうする、今の感じの方が、足使うのと足使うのどっちがいいですか、今の感じ。足使った方がいい。ですよね。全然違うと思う。